こんにちは中村です、えー。自分を出せない、えー、7つのトラウマというのをね、えー、紹介したいと思います。自分らしく、えー、そしてね自分の才能、えー、能力可能性を十分に発揮した人生を歩むためにはやはりね、えー、よりこう本当の自分というか素の自分を出していくっていうことが非常に重要ですよね。ただやはり私たちなかなかねこう自分を出し切れないっていう場合も多いんですよね。 じゃななぜ、えー、自分を出せないのか、えー、実はその裏側には、えー、今日ご紹介するこの7つのトラウマというのが邪魔をして自分を出すことを阻害してしまってるんですね。じゃあそれは何か、ね、順番にご説明したいと思います。まず一つ目。嫌われたくないっていう思いです。嫌われたくない。やはり人から嫌われたくないから。 何かね、えー、自分を出すことによって何か違う反応を示されてね結果として自分が嫌われてしまうんじゃないか、うん、そんな恐れがあるので何か自分を出せないついつい相手に合わせてしまうっていうことが起きがちなんですね。で次2つ目 2> 否定されたくない。やはり自分を出したり自分から意見を言ったりすることを否定されると。 傷つきますよね何か攻撃された気になってしまいますなので否定されたくないっていう思いがあるから自分のね、えー、思いに蓋をしてしまったりします、えー、次3つ目ですねバカと思われれたくないこれもありますよ、ね、何かねほ、えー、本当の自分、ねえー、をこうさらけ出してなんかそれバカじゃないのっていう,うにね評価下がってしまうかもしれない、うん、だとしたらちょっとね、えー、いい人ぶるというかちょっと背伸びをした自分を しか出せななないいっていうねねそんなことにもなりますす次4つ目です、ね、本音を言ってはいけない。本音を言ってはいいけない何か自分が本音を言うと何、えー、か相手を傷つけるんじゃないか。本音を言うことでえバカと思われるんじゃないか否定されるんじゃないか。何かそんなような心理が働いてやっぱ本音は言っちゃいけないんだ。 でこれも結局相手に合わせてしまう結果になりがちですね。え次5つ目人を傷つけけてはいけないな何かね自分の思い自分を出すことによって人を傷つけるんじゃないか、ね、先ほども出ましたけど本音を言ってしまうとそれによって相手を傷つけるかもしれないなので自分の本音が言えない自分を出せないっていうことになりがちですねえー、次6つ目ですね自由に行動してはいけない これもねよくあるのが幼少期にね非常に厳しい家でそ育って、えー、何かね自分の自由度を制限されてしまう、えー、それによってそっか自由に行動しちゃいけないんだ自分の思ったことを行動に移しちゃいけないんだっていう思いがあるとやはりね、えー、本来の自分のやりたいこととかに蓋をしてしまって結果として自分を出せなくなってしまうということですねで次最後、えー、7つ目ですね失敗してはいけないっていうトラウマねうん えー、失敗しちゃいけないから何か新しい行動自分独自の考えを言うとか、えー、そこにブレーキがかかってしまうわけですよ。そうすると結果として自分を出せなくなってしまうということですね。はいえー、以上が、えー、7つのねトラウマでした。でこのね、えー、自分の中にこの何があるのかなって知るだけでも実はこのトラウマ半分解消できます。ですからまずはね、えー、あなたの中にね、えー、どれぐらい のレベルでどんなトラウマがあるのかなっていうふうに探ってみてください。以上、ありがとうございます。